しました。どうですか。今日はありがとうね。こちらこそありがとう。とかメツインかわいい、ありがとう、嬉しい嬉しい。今日は飯お渡し会でした。待ちに待った、めちゃくちゃ楽しくてね、一瞬でしたよ本当にども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 こうめちゃくちゃ短い髪型なんですけど、なんとか高めにしてもらいました、ね、こう見たらめっちゃ髪の毛長く見える。楽しかったね、本当に楽しかったの。よかった。あーそっか、退職ってこずって間に合わなかった。また会えるよ、いつかね。また会おうね、約束だよ。善悪復活してほしいな。善悪ってさ、握手会と違うの？善悪って、あ、全国握手会？ん？違うか。うん。ほんとかわいすぎる、ありがとう、ワンワンこんにちは。浴衣推しの4人で見てるよ、キャー恥ずかしい、ありがとうミニライブと、失礼しました、ミニライブと握手会。あ、そういうこと？ミニライブと握手会か、いいね、楽しそう。アリアの昔なんかアーニアさんとココナさんで手もでもの涙歌ってなかったっけ、気のせい、なんか歌ってたん知ってる気がする。こんにちは、したい、善悪楽しそう。その髪の長さでツインってすごいね、すごいよねなんかちょっとちゃうく見えへん、こっちから見たらわかんねん。もうちょっとさあれかな、ちょっと待ってね、こっち側手にしたらいいのかなちょっと暗い、このぐらい、このぐらいにしたらいいのか。ソーリー、ゆかたーんゆかしかかたみたいな、すごい、ありがとう、ゆかたーんって書いてある、嬉しい。あ、こうしたらちょっと見えへん、ちょっと横にしよっか。こんにちは、帰りに福太郎行ってきたよ。おお、めちゃくちゃ良かった、ファンの方福太郎行ってくださってる、すごい嬉しい、ありがとう、こんにちは、よいしょ。ごめんね、一瞬噛みくくらせてみんな初見さんもありがとうございます。青原由香です、高校1年生最後です、こんにちは、明日から高校2年生です。おお、見えるようになった、よかった、よいしょ。ヘアメイクしてもらったよね、そうやね、めちゃくちゃ綺麗にしてもらって嬉しいですね、とっても。髪の後ろがよくみたいです、後ろはね短いんだはじめまして、こんにちは厚毛も合わさってスヌーピーみたいで可愛い、あれ嬉しい、スヌーピーめっちゃ好き、あのさ小学校の頃めちゃくちゃスヌーピーのグッズ集めてたこんにちは、しきんです、お話し会の時はピョンってなってたこっちに、縦にこっちピョンなんかさ、いつかさ公園でもこれやりたい、青柄姉妹は超絶美人、ほんま？ありが
がとう、嬉しいです。ここめっちゃ光当たるな、めっちゃライトが、おお目がチカチカした、やばいやばいライトまんま見ちゃった、目がめっちゃ似合ってる、ありがとう。あら可愛いワンちゃんがいる、どこだどこだどこだ、お疲れ様です。その高さだとレイポンっぽくなった、ほんま確かにレイポンツインテールのイメージあるような、めちゃくちゃ。浴衣もいつかしてみたかったんです。明日はエイプリルフールか、びっくり。エイプリルフールだけどみんなを幸せにする嘘をつきますか。みんなを幸せにする嘘、どんな嘘やろ。明日の一発目のツイートで嘘ついた方がいい。あ、なんかでもお昼の12時までじゃなかったっけ、確か気のせい、なんかそんなんなかった。だからもし寝坊して午後1時とかに嘘ついたら、あの嘘つきって言われちゃうなんかそんなんやってんな、美少女やん、可愛いんだけど、ありがとう、嬉しいな。今日のレーンで他推しの方もよかたん推しになったでしょう。なった、好きになってくださいね皆さん、皆さんいやでもなんかやっぱりゆかたんのことを好きでない方も、あのなんですか、名刺お渡し会ってお話しできる機会があるので、すごくこうまた新しい方とお話しできるっていうのはすごくありがたい機会だと思いますね。ねえ、こんにちは。スヌーピーよりテイさんが好きだった。あ、なんかウッドストックみたいな鳥やんな、あれかわいいよな、黄色いの一日店長行きたかったな、またいつかリアルイベントあったら来てね。こんにちは、劇場に来てるよ。あ、ほんま劇場来てんの、世代交代ですか。今日の夜は西馬の生誕祭と、あとは100回記念日やな、公演がすごい。 あ、さっき会ってきましたよ、めちゃくちゃみんなもう元気すぎてパワーもりもりでめちゃくちゃ元気もらいましたもうほんまに好きやわっていう話をねみんなでしてて、もうキュウキは面白すぎて最高です、ほんまに。こんにちは。そうそう、あのこよりんの背中をちょっとだけあの揉んできましためっちゃ面白い、もう相変わらず。早く帰ってチュチュチュみたい。あ、 DVD のチュチュチュ、あれね、なんかあの生配信と画面が違った気がする、撮り方、撮り方が違う気がして、よかったんか見たので、はい、ぜひ見てください。100回目なのか、そうですよ、記念日ですよ、100回記念日、すごい初見です、ありがとう、嬉しい。こんにちは、こんにちは。あ、そうや、ギフト、あのプレゼントを読まないとね、ごめんね、読みますね。富士山お団子ありがとう、鶴お団子ありがとう、たけちゃんお団子ありがとう、富士桜ありがとう、たけちゃんお団子いっぱいありがとう、グリグリパンチさんハートありがとう、たけちゃんかわいいありがとう、富士お団子ありがとう、やっぱりねお団子ありがとう、チカドーナツ桜ありがとう、タキちゃんめっちゃ可愛いありがとう、ゆたんぽ桜ありがとう、ホワイトホッシーお団子ありがとう、H だるまさんありがとう、ケイブン桜ありがとう、ヒロ流れ星ありがとう、アンナハートありがとう、富士桜ありがとう、構造綺麗ありがとう、ケイブン桜ありがとう、ヤさんハートありがとう、ヨウちゃん、ペンライトありがとう、あ、ゆかたんカラーやありがとう、さくらハートありがとう、喜怒哀楽桜ありがとう、マルドエマルドエ NMB 発行しにきお団子ありがとう、ゆうじゆずりゆずりざるゆすりゆすゆゆざゆすゆざゆすりゆすりざるさんゆすりざるハートありがとう、たきちゃん
さくらありがとう、謎さくらとハートとお団子ありがとう、ヒロお団子じゃないだるまさんありがとう、お芋たんハートありがとう、お山ハート、さくらありがとう、ヒロネジネジかな、これなんていうの、歯車かありがとう、あお芋たんハートたくさんありがとう、ゆうちゃんペンライトゆかたんからありがとう、逃亡者っけハートありがとう、お山桜たくさんありがとう、振らせてますね、ひっくんハートありがとう、いっちーかわいいありがとう、やっさん桜餅ありがとう、けいたんお団子ありがとう、まるで桜いっぱいありがとう、あーけいたんも桜いっぱいありがとう、ポンポコ桜いっぱいありがとう、ゆうちゃん桜たくさんありがとう、よしよしよし桜ありがとう、るいハートありがとう、ヒロハートありがとう、ハーさんペンギンとハートありがとう、わあ皆さんいっぱいありがとうございますポンポコお団子ありがとう、桃太郎お団子ありがとう、はじめ お団子ありがとう、マッシュルパンチお団子ありがとう、よしくんお団子ありがとう、あもうよかった、お腹いっぱいやわ、お団子いっぱいくれてありがとうみんな、炭酸せんべい桜ありがとう、リンゴさハートありがとう、なおゆきけんだるまさんありがとう、ドグーハートありがとう、一旦ここら辺にしますもうちょっと読んだ方がいいかな、ちょっと待ってね、あこれか、まさし桜ありがとう、よしくん尊いありがとう、あれどこまで、あれ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 、リンゴだるまありがとう、ケン桜餅ありがとう、まいじゅん桜ありがとう、よしくん結婚してありがとう、結婚しよう、 D リズキハートありがとう、今日のいつもと違うところは呼び捨てで呼んでみました、呼び捨てファンタジーしてみました特別です特別に呼び捨てファンタジーしました、こんにちはこんにちは、今日のランキングは呼び捨てファンタジーにしよっかなこんにちはこんにちは、はい、ということでね、いろいろいっぱい話してみたんでね、もっと話しましょうめっちゃ後ろから髪の毛落ちてきた、自分でくくり直したからかな、女の子の夢は3分前までお昼寝してた、ほんまお疲れ様やでね、6日の、あそう、 N シップ公演が4月の6日に決まりました、わーい久しぶり、言えなかった、久しぶりに N シップ公演に出演しまーすやったー、1週間後や、わあ嬉しい、1週間後ですよ皆さん、待ってました待ってました、 N シップ公演あ今から劇場入りますって、いってらっしゃい、2週間の生誕祭盛り上がってきてね、ラーメンラーメン、 N シップ公演うまいこと言ってるN シップまだ当たってない、あそうなの、いつかまた来てね、めちゃくちゃ見そう、うん耐える6日当たりますように、当たりますように、皆さんが当たりますように、楽しみ楽しみだねその日は京都で仕事なのでピエンピエンピエンだよ、また会いに来てね、近い近い近いね、こんにちは、髪型見た瞬間可愛すぎてひっくり返った、ほんまひっくり返っちゃった、わー嬉しいありがとうそう高めついなの、今日は珍しくですね、はい、初見で初見さんありがとうございます、その前の3日の相方のセンターさえも当たった、相方でポンですか、ポンちゃん、わーおいいね、めっちゃいいじゃないですか
です。ありがとう。昼夜で入れるなら入りたい。そうやの、昼夜公演ですもんね。2回も会えちゃう。やったー。皆さんに会えるのほんまに楽しみにしてます。嬉しい。あのね、いつか公演でこれしたい。この髪型。これでさ、大人っぽい曲歌ったらさ、あれかな、大人っぽい曲の時はやっぱりおろしとかの方がいいんかなって思うよね。なのでちょっとお悩み中ですね。はじめまして。あ、もうマニックしゃみしそう。やばい、ちょっと待ってな。急に鼻がセーフ。浴衣の止め方、はい、止まりました。めちゃくちゃ止まりました。これで無視したらかわいすぎて、そそばに座るみんなちょっと頭と見てる歌の内容と見てるものが違うってなりそう。あれってその髪型は狼になりそうだね。そうやね、パピヨンっぽくてかわいい。嬉しい、褒め言葉だ、パピヨンかわいい。うわ、ほんまにありがとう。可愛い方いない、そういないの。なので6日に来てください。会える時に会いたいですね。そんなのに止まるよ。やってみて、ここ押すの、ここはっはーって感じ本当にお姉ちゃんにいつも床お世話してますって言ったら仲間ですめっちゃ面白いお姉ちゃんと隣でして、ちょうどずっとお姉ちゃんとね、なんかまた、なんか何、隣にお姉ちゃんがいるのが結構久しぶりで、その NAB の中でだから、なんか安心感がすごかったですね。やっぱりお姉ちゃんは変なところで絶対止まってた、ごめんね。私か、一部めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとう、よかった、もう覚えてます。楽しかった、また会おうねそう、こんにちは。今日は店長兼ペットだったからね。そう、めっちゃ面白い。あれほんまにあるらしいよ、店長さんって。ああいう何、分野的なあるみたい。妹感好きや、ほんまにありがとう、嬉しい こんにちは。今日の名刺か、ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとうそう、なんか結構あれやな、何やったっけ、何言おうとしたっけ、あれ忘れちゃった。あ、そうそう、あの名刺会、あの名刺渡すのがどうするかめっちゃ緊張してたけど、結構あの何やろ、なんていうの、結構こう渡しやすかったっていうんですか、名刺って渡したことがないから、自分からすごく楽しかったですあ、八家の先輩と何か話しましたか。話しました。なんとなんと名刺を交換したんですよ。めちゃくちゃ嬉しい。しかもゆかたんがもらいに行く、なんていうの、皆さんが通られたところをゆかたんも気分をお姉ちゃんと一緒に楽しんでいました。もうめちゃくちゃ顔近いですね、距離が。ほんまにこのぐらいじゃないですか、距離。びっくりしましたね。これは好きになるわって思いました。釣られました、あの先輩さんに、8期生の皆さん可愛すぎて、はい、やばかったです。もうあーしか言えなかったです可愛い本当にすごく。あとマナミンとも名刺交換しましたね
ノックアウトです、ノックアウト。もう目と目があったらノックアウトですね、ほんとこの距離で会ってしまうとお姉ちゃんとわーやばいこれやばいって言ってずんの言ってたんですよ。ほんまに楽しかった。あと初めて実は今日の衣装は着るんですけど、水色の綺麗なね制服ですね、 NMB のずっと着てみたくて嬉しかったです。確か加入それちょっと前ぐらいの潜在写真じゃない、何全身写真っていうんですかね、なんか全体集合写真みたいな、あれは見てていつか着てみたいなって思ってたら着れてめちゃくちゃ嬉しかったです。今は大阪から世界へでね、こんな感じの笑ってるやつなんですけど、ちーたんが一番やで、ほんまにありがとう距離的に握手されるんかなとね、本当にめちゃくちゃ良かった。二平ゆかエピソードほんまに萌えすぎて、ほんまに萌え萌え萌えしてる。ゆかたんにもノックアウト寸前でした。ほんまにノックアウトしちゃおう、そんなに近いの行けばよかった。そう近かった、ほんまに握手の時と、いや握手会もあの皆さん側で自分はやったことがないからどんな感じか分からへんかったけど、そうめっちゃ近かった、名刺会皆さん側で行ってみたら本当に良かった、これは行くべきだってね思いましたよ。可愛かった、本当よかった。どの衣装でも似合ってて可愛すぎた、ありがとう嬉しい。こんにちは、あの衣装桜に合いそうだね、淡い青にピンク、淡い合いそうだよね、着たいなおはようこんにちは、こんにちはこんにちは。誰かのやつだったの？あ、そうそう先輩様のものですね、オリジナル。え、あれってオリジナル衣装じゃないんだよな多分、なんかあれって制服っていうくくりでこう結構皆さんで着る感じですね。名刺交換したかった、したいね。こんにちは、はじめまして、はじめまして。手作り名刺も好評でした。え、めちゃくちゃ良かった、ゆかたんと名刺交換したかったな。いつかしましょうね。そう、コロナでフィルム、あ、そっか、フィルムがないからか、あれ。なるほど。前もフィルムあったもんね、握手会の時。あー、だからか。すごーい。だからね、あなたは何世代ですか？何世代？2007年世代です緊張すぎて話はできない緊張したほんまにでもねめちゃくちゃ、楽しかったです。とにかくいやでも結構ずっとこの髪型はしたかったので嬉しかったですね。ほんまにほんまにまたいつかしよう。もう2007年世代です。同じ年じゃん、びっくりびっくりだ。次回の握手会はスクリーンなしなんね。どうなんだろう、なしなのかな、なしみだねかわいい、ありがとう。こんにちは、こんにちは、しけんさん、ありがとう。ゆかたんが楽しそうにニコニコ話してくれるのがかわいいし、行きたかったよ。いや、でもね、名刺会もあったんですけど、握手会も、あと、写メ会もあるので、まだまだリアルで会える時はたくさんあるのでね。もう近いよね、だって。夏からだね。やった、もうちょっと髪伸びてるかもやから、ハブになってるかもやけどどうなってるやろうな。ゆかたんの可愛さで少し記憶がありますね。それは大変だありがとう。じゃあそろそろランキング読みをしていきたいと思います。
13位、ケイブン、あとブンちゃん、ありがとうございました。ありがとう。あ、呼び捨てですね、呼び捨てファンタジーだ。じゃあ行きます。13位、ケイブン、ありがとうございました。ありがとう。12位、ムサシ、ありがとうございました。ありがとう。11位、フジ、ありがとうございました。ありがとう。10位、ヨシくん、ヨシ、ありがとうございました。ありがとう。9位、おやま、ありがとうございました。ありがとう。8位、やっさん、ありがとうございました。ありがとう。7位、喜怒哀楽、ありがとうございました。ありがとう。6位、炭酸せんべい、ありがとうございました。ありがとう。5位、ようちゃん、ありがとうございました。ありがとう。4位、こうぞう、ありがとうございました。ありがとう。3位、はーさん、ありがとうございました。ありがとう。2位、けん、ありがとうございました。ありがとう。そして1位は、ジュルル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 、パン、ときちゃん、ありがとうございました。ときやなありがとうございました。みんなありがとうだよ。とっても楽しい配信でした。ショールームしたらね、いろんな方ともお会いできるので、まあ、よければ始めてみるよって方はお名前覚えてくださると嬉しいです。ゆかたんこと青原ゆかです。今日も楽しい時間ありがとう。ありがとう。今からはルームスっていうファンクラブで配信するので、そっちもよければ見に来てください。待ってます。ありがとう。バイバーイ。